パーーティーがでかくななったなおいもうちょっと待っておい変態2号が出てきたんだけどホントに欠落してるよなはいどうもアニメリアクターの財前です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います今回見ていくのはゴールデンカムイ第19話見ていこうと思います はい、というわけでやっていこうと思います、えー。俺が見たい部門ゴールデンカムイ2期という感じで見ているわけなんですけれども、もう折り返しを過ぎました。はいまあ、前回は谷垣の過去ということで、まあ、谷垣がね、マジで成人すぎてね、ちょっとやばいなと。僕かなりね、谷垣はちょっと、 影の薄い人やなっていうようなイメージだったけど、これはいいですね。なんか谷垣は結構人気なのもね、僕知ってるんだけど、あのー、わかりますね。なんかね、この結構癖の強いメンツの中で、本当になんか唯一に近いぐらい真っ当うん。まあ、杉本もかなり真っ当な部類ではあるんだけど、それを超えて真っ当だよね。うん。まあ、ちょっとね、歪みかけている杉本に比べたら、谷垣はもう本当に真っ当すぎてちょっと不安になるレベルの凄さだったので、まあ、ちょっとね、 の動向とかにも注目していいきたいですねこれからね、イラカンマさんとかと合流したから、おここから先どうなっていくのか注目していきたいなというふうに思います。それでは見ていきましょう。ゴールデンカムイ、第19話。よーい、アクション。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。レッツゴー。さあ、チカパシと、さあ、アシリパちゃん。 アイヌ。ああ、そうです。杉本と言います。軍服着てる。見かけた。おおてか、すごい、懐いてるな。お姉ちゃん。おお。 ヒグマ鍋いいね。あ、イラカンマじゃねえ。インからまだ。そうだよ、お姉ちゃんね。家族。<laughs> 紐ね。義理のお兄ちゃんだな。お、そうか。あ、そうかそうか。オガと谷垣。<笑><笑>あ、あ、あ、あ。 あ、そうか。あれかアイ、アイヌってさ、男が外に出て稼ぐみたいな風習だから、紐って相当印象悪そうだな。そういうことかな。女に任せて働かない男。もう存在価値がよくわからなくなってるぞ、みたいな。 いいね、いいね。でも、あれか、そうか、そうか。谷垣はでも、どうなんだろう。鶴見注意の域のものかって言われたら微妙なとこだし。知らないんだもんな、尾方が。今、土方勢力と一緒にいるって。しかも、やり合ってるしな、一度。まーな。おそま。しずけながら、やっかいのは。 ちょ、オープニング超かっこいいんだけど、めっちゃ好き。もうちょ、映像もかっこいいんだよ。厚木島軍曹もね、ちょっとね、最近来てる。僕の中で。けどならなら、どれも、目指してー。いいなかっこいい。楽しみー、マジで。あで、のりをあくよー。 声が綺麗すぎる。いいねーかっこいいオープニング。いいですね。さあ、カムイホップに入れ。神様をなんかする、あれなのかな神様を賛美する祭りかなんかアイヌがいっぱいいるわ。さあ、みんな来たんだ、結局。そうだ。インカラマもあれだもんな。 鶴見注意の生き物もんだからなぁ。イオマンテ。あー、なるほど、なるほど。おーおい <laughs> やりたくなるな。うここくせ。おえー 最悪をもたらすの。うん。おー、人間でできないことをやってくれるか。うん。うん。身近な存在ってことね。

そうか、ってことは密漁とかはもう完全にだなぁ。いない。うん。なるほどね。何を思うかってとこだなシリパさんからしたら。 うん。さあ、ヒグマ鍋。美味しそう。ああ、美味しそう。米と酒、鍋を食い。白石は相変わらず寝ているな。さあ、インカラマさんに、懐いているわけだが、ちょっと不穏だよな知らんね。あ、あ、あ、富士山の話はいはい。 なんか死に装束作ってるって話だよね。あら、もうみんな宴を楽しんでしまったわけだ。 おぉ、まあ、それ違う、それ違う。あ、そうなんだ。まあ、まず第一ってことね。わお。山あ、あれ、熊がし殺したんだよ。そうそう、三人殺してないよ。 信じるってことか。 これは一つ優しさだよな。うん。強い子だなぁ、この子は。もう、それにしても。 白石も癒しだけれども、やっぱり足リパサを見ると大人すぎるなぁ、やっぱり。なんかその大人な部分が、その後なんか、後々足を引っ張るじゃないけどさ、痛みになりそうなところはあるよな。はいはい。あ、そうですよ。<laughs> おうん。そんなにすごかったんだ。 おああそうね一発勝負んうん あ、息子いるんだいやー死んじゃったのかなほえー 今思うと、ところだよな。止められないもんな、でも息子の考えは。なんかやっぱりそういう慈しむ心みたいな、おミサイル。二兵の犬じゃん。追いかけてきたのん追いかけてきたの おぉ <laughs> 本当にちょっとなんか、ちょっと怪しいぞ。本当か <laughs> いやでもそうだとしたらすごいなぁ。けなげな犬だなぁ。痛い叩くなまあ。なるほど、なるほど。うわぁ、すごいなぁ。なんかパーティーがでかくなったなぁ。 いいよな。今のパーティー超いいよな。おおよしよし、一緒に行こう。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー、網走行こう。いいね、いいパーティーだね。<laughs> 近距離に白石と杉本、遠距離にね、谷垣と尾形がいるから相当いいぞ。中距離工作に足ひりぱさん、罠を張る。おあかっこいいと勝尉。勝尉って相当高くね <laughs> めんどくせえな。 <laughs> 完全に浸水してるなあ。あ、鶴見中尉の新作の写真です。おー。そんな昔からの戦友なんだ。え、月島軍曹、一緒に写ってるよね。うん。 おお、ー。そんな年離れてるあはははおい <laughs> 何してるんだ <laughs> 全力すぎるいやー <laughs>、うん。はいはい。何言ってっかわかんないけど、 ま、あ許せます。入れ墨を写してるから問題ありませんっていうことだよな。うん。わ <laughs> かるのうん。オッケーオッケー。あ、緊張してるんじゃない あら、あえて強く言う。これは必要なことだと思ってんだな。葉っぱかけてるぞ。ん何しろんおい、もうちょっと待って。おい、変態2号が出てきたんだけど。待って。おお鈴川の。おお まあ、そういうことができるな。おぉ。うん。線が甘い。あおぉ外されちゃう。おぉ私の、<laughs> 表情が豊かすぎる。 北側マリンのようだ。なんて <laughs> 一緒やんけ <laughs>。うん。 <laughs> 余計な情報が多いな <laughs> うんうんうんあそうなんだうん おぉ、まあ、なんかなんかいろいろあったわけだ。うん。あ、そうなんだ。 芸者の娘なんだ息子かうんうわー病んじゃったんだおっ うん、え、何マジ思っていた来なかったんだろうな。 うわ、ん、花沢 うんそれと同時にえっ殺したわけじゃないよな 後ろからえまさかどういうこと興味優作君。 欠落してるなぁみやり親、はあ、殺し ちょ、壮絶すぎるなぁ。まじか。そこであ,あ鶴見注意似合うわけ おう。必要だったってことこれも。鶴見注意の策略に乗っかった形になるのか。お壮絶すぎるぜいきなり <laughs> お方だけ乗らない。あー、なにこれ、長期になるんですが。何が起きていくんだろう。そうか、父親の顔に泥を塗る行為。で、軍神として担ぎ上げられたからこそ裏切ったことは許せないっていうところなんだな。 あの、花沢中将。花沢中将の息子です。あんなに立派な人を父親に持ってるのにっていうところだけど、小型はそうは思わないわけだよな。クソ親父とも思って、ん、でもクソ親父とも思ってるだろうけど、んー、難しい。おー、これはだってさ、小型の気持ちはさ、もうわかんないわけじゃん。小型と同じ境遇にならないと、ちょっとね、発想がぶっ飛びすぎててね、小型に関してはどう、 どこを共感したらいいのかわからないよな。狂っていく母親を見て殺素材を入れて、入れたいなって思う気持ちはわからなくもないけど、そこで割と躊躇なく入れられる気持ちっていうのもよくわかんないんだよな。本当に欠落してるよな。この一線を平気で超えられる男ではあるよな。 多分、鶴見中はそういうところもわかっているけど、そこはまた寝、ね、首をかかれる材料になりかねないっていうところでもあるのかないやぁ、まじかあアシリパさーん。どう思うアシリパさんは。青い目。OK。 はい。というわけで、見終わったわけなんですけど。いや、なんか序盤なんかすごいあったかくて、なんかちょっと、うお、なんか、ちょっと一気の初期というかさ、ゴールデンカムイっぽさがあったけど、いや、後半の話はちょっときついななんか、なんかななんとも言えないんですよ。この感じ。同情っていうのはまた違うわけじゃないですか。これどういう感情になるんだろうなんか、すごい不思議な感情にさせられましたね。なんか、なんか、 なんかなんだよ。わかるこの感覚。いやさ、やっぱり谷垣の話に比べると、やっぱり、ちょっと理解しがたい一面というものが色々と出てくるわけではあるわけじゃん。やっぱり、尾形は即一線を超えたわけだから。で、しかも、羊がすごい重いわけじゃん。目かけの子で、あの結、結局無視された側の子供だって。で、 あの、本当の息子、本妻の子供は、わ、俺一人っ子だからさ、兄弟欲しかったんだよ、つって、兄上兄上、つって、小形に付きまとうけど、小形にとってはそれが、ま、なんとも言えず不快というか、なんか、あれだったんだろうな,な、なんか尺に触るというか、なんかこう、心をこう、ぐっ、ぐっってなんか、揺さぶってきてるような雰囲気ではあったんだろうなとは思うんだよね。うん、うんうん、すごい言葉にしづらいんだけど。 ちょっとなーちょっと、やっぱり僕が尾形の感情をこう、ぐっと救い切れてないからこそ、なんかうまく言語化ができてないんだけど、いや、これはなーなんかでも尾形の歪みにすごい出てるのかなっていうふうに思うんだけど、そうなるとでもなんなんだろうななんかどうなることが尾形の救いになるのかっていうところなんだよな多分、尾形の人生にもう救いというものは存在しないんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。だから、言っちゃうと尾形の運命は、 なっってしまった以上戦いの中でもう多分戦いきって死ぬしかないんじゃないかなっていうのが僕の中ではちょっとうすらうすらあるのかなっていう風に思いますねだからそこがちょっと怖いよねうーんいやーそうするしかなくねっていういやーマジかーマジかマジかマジかーちょっとちょっと想定の外だったなこんな恐ろしい話だとは思わなかったっていうかいやてか尾形が結構可愛いいなと思って てたっていうかもう実際口にも出したと思うんだけど大型かわいいやお前と思ったけどちょっと重い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 さばけないさばけ,けないっていう感じにな,なりつつあるんだよねあーいやなかなかやばいっすねぶっ飛んでますねうーんなかなかあーどうするこれもうなんかさどういう感情になったらいいかわかんないんだよ正解が見えねえマジでどうしたらいいんすか僕は <laughs> どう向き合うことが正解なんですかこれに うん。いやでもまあわからなくもないよな。気持ちとしては。うん。すごいわかる気がするもん。めちゃくちゃ。うん。ただ、それは僕が尾形みたいな経験をしていないからこそ分かったって口で言ってるだけなんだよなとかそういうことを考えちゃうわけですよね。 あー、アシリパさん強いなとか思っていたけど、なんか、そこでも多分思うところはあるんだろうな。なんかやっぱり親子関係だったり、そういうつながりに対してすごい尾形が気迫なのは、やっぱりそういう羊だったり、生まれだったりっていうものが昔からあって、やっぱりこう、つながりを感じるっていう感覚がすごい欠落しちゃってるんだろうね、尾形の中では。あーだから、ああいう風にすぐ人を撃ち殺せるしっていうところもあるんだろうな。あー、利用されたという形でもあるしね。うーん、なかなかになかなかですね。 あー、それに比べてアシーパさんは本当に強いよね。そうやってフチさんがもう CEO を実感し始めてる大切になった人おばあちゃんがこう、いろいろと始めてるよっていうところを見ても、もう私はもうそういう覚悟を決めてるんだと。 おー、なかなかですね、なかなかヘビーな回でしたがね、恋と勝利で、恋と勝利でちょっと癒しを与えたかと思いきやですよ、本当にね。<laughs> うん、いやでもいいな、恋と勝利ももうもはやもう、北川ニンカのように表情が入れ替わりまくって、とてもとても多分鶴見にとってはいい中堅なんだろうなっていうふうに思うし、月 <laughs> 島君スは付き合わされて可哀想だなっていうふうに思う。大変だよな、あれ、絶対。<laughs> 絶対大変だよね。うん。だってなんで日本語の通訳をしなきゃいけないんだっていう感じだもんね。はい。まあそんな感じでね、今回いろいろ考えるところがありましたが、まあ、結論は出ないけどね、これから尾形に関しても追っかけていきたいなっていうふうに思いますので、えー、よろしくお願いします。はい。というわけで今回はこんな感じで終わると思います。以上、ゴールデンカムイ第19話でした。バイバイ。